芸能界っていう場所で食べていくことは好きなんですよね、うん、はい大好きです。人前に出ることも好きみたいな。そうですね、人前に出ることはそんなに好きじゃないです。例えばテレビ局で収録するときってカメラとスタッフしかいないじゃないですか、はいはい、たくさんの人に見られてる意識ってその時ってないんですけど、はい、講演会とかディナーショーとかそういうお仕事は以前してたことがあって、それはやっぱり苦手なので最近は全然してないですね。でもテレビの方がテレビを通して見てる人数多いじゃないですか。そうですよね。現場にリアルの人数が多い方が嫌なんですか。はい、そうです。あとなんかディナーショーとか一人でこう盛り上げなくちゃいけないっていうプレッシャーと、来てる人たちを2時間楽しませられるかなっていうところで。それきついですよね。僕も怖くてできないですね、そういう企画は。ひろゆきさんすごい得意そうじゃないですか。いや講演会とか一人で喋るやつ全部断ってるんですよね。嘘。喋りたいこともないので、喋ってくださいって聞いてる人がいますって言われたら別に喋りたいことないしっていうので、5分10分で終わっちゃうと思うんで気まずいので受けないんですよ。司会者とかがいたらまた違いますけどね。キャッチボールだったら時間は経つんですけど、はい、歌うとかっていうこともできないので、間の埋め方が分かんないですよね、うん、歌とか歌えたらいいですよね。ディナーショーで何やって時間潰したんですか。私は最初歌で登場するんですけど、それは口パクにしていただいて、うん、はいはいはい、ステージに登って口パクでしたって言ってふざけたディナーショーですよ。その後はグラビアのポーズを披露したりとか、ほう、これ見て楽しいのかなっていうことやってました。水着なわけでもないけどグラビアがこんなポーズをしますみたいなのをステージの上で一人でやってる。そう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 、ボケにツッコミはないんですよね。ないんですよ。お客さんも笑うわけにいかないじゃないですか。そうですよね。そうするとシーンとしてる中で一人でいろんなポーズをしてるみたいな微妙な時間が流れてくる、はい、そうそう、微妙な時間流れてました。あとはちょっと質疑応答みたいな。それで1時間半とか2時間とかやるんですか。はい、そうです、1時間半ぐらい。あとの時間、質疑応答1時間ぐらいやらないと持たなくないですか。そう、あとあれテーブル回って一緒に写真撮ったりとか、写真集にサイン書いたりとか、そういう感じですね。結構きついお仕事をされてるんですね。本当ね、そうですよ。1万5千円ぐらい払って皆さん来てくれてたので。それなりに頑張んなきゃいけないけど、うん、何頑張っていいか分かんないみたいな、ね。水着れてればよかったですよね。そっちの方がまだなんか伝わりますよね、頑張ってるから。はい。